こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。好きな場所で好きな仕事をして自由に暮らすために Amazon 輸出を始めよう。今、シドニーで、この動画を撮っています。Amazon に商品を送りつければ、あとは販売も集金も梱包も発送もやってくれる。AmazonFBA というサービスは素晴らしいです。商品を選んでまとめて送るだけ。で、一個一個のね、梱包とか発送とか、集金とかクレーム処理とか、全部 Amazon がやってくれる仕組みです。で、このね、素晴らしいサービスを提供していたら、Amazon のね、オーナー、ジェフ・ペゾスは世界一のお金持ちになったと。で、今、ね、日本人の、大体この動画を見てくれてサポートを受けようかなと思っていただいている方の年収は大体、500万前後の方、あるいはそれ以上取ってる方が多いと思うんですけど、これはね、世界の中トップ 0.42% の高級取り、物価の安い国なら贅沢できる、所得です。ところがね、今、所得の方は日本人の所得、なんとね、過去20年、順調に減り続けてると。今のうちに何か、手を打っておかないと、将来、結構厳しい、老後、あるいはね、なんていうんですかね、働き盛りで、働いても働いても、我が暮らし楽にならずみたいなね、未来が待っているかもしれません。かたや、いつでもどこでもこう稼げる、ね、インターネットを使って稼ぐスキルを身につければ、日本人はビザなしで世界の157カ国に旅行可能と。わざわざね、ビザとか永住権だの、面倒な手間とお金をかけるまでもなく、いろんな国に旅行に行きながら、暮らしていくことも可能です。で、日本にはね、高品質で低価格の商品が溢れています。これを Amazon オーストラリアで販売すれば、月200万円、年間2400万ぐらい稼ぐことも可能です。で、これ年間2400万となるとね、世界のトップ 0.05% の高級取りと。そんだけ稼げばね、十分世界中どこ行っても、自由に暮らせると。これだけ稼げて自由な生活を手に入れるために、何をする必要があるか。Amazon で物販を始めるだけ。脱サラしての企業とかね、借金して FC に、フランチャイズですね、加盟するのと違って何のリスクもありません。まずは日本の Amazon で不要品を売ってみれば、その可能性に気がつくかも。で、どんな商品が高く売れるか、Amazon を使う注意点は何か、効率よく稼ぐ情報を手に入れるなら、転売アカデミー輸出サポートを受けるといいです。パソコンが苦手だろうが、英語が苦手だろうが、何を売ったら儲かるかがさっぱりわからなくても稼げるようにサポートしています。Amazon がオーストラリアで FBA サービスを開始しました。日本に住んでいるあなたにオーストラリア Amazon 副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。10倍以上ね、で売れたダイソー商品の例をここに掲載しています。ここのリンク先にね。まずここをクリックして、オーストラリア Amazon 輸出サポート申し込みページを見てください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。